この度はクボタアグリロボコンバイン DR6130A にご試乗いただきありがとうございます。自脱型コンバインとしては初となる自動運転アシスト機能を搭載したアグリロボコンバインです。誰もが楽に簡単に、どうぞご体感ください。それでは早速作業を開始していきましょう。自動運転に必要なマップの作成から始めます。マップ作成を開始します。手動であぜの内側を3周、コンバインが安全に旋回できる範囲である5メートルを刈り取りします。これだけでマップが自動で作成されます。ルート作成可能です。次へを押してください。旋回方法を選択し、モミの排出ポイントを設定して設定完了です。とても簡単ですね。では早速自動運転アシストを体験いただきましょう。自動運転アシストスイッチを押し、運転アシストを開始します。主変速レバー前進でスタートです。あとはレバー操作不要です。刈り取りクラッチのオンオフ、方向修正、刈り取り部昇降は自動で行います。また作業車速に応じて刈り取り回転数を自動で最適化するので、常にきれいな搬送姿勢を保っています。また落刈り制御機能で圃場の凹凸を感知、高速作業時も刈り取り部が地面に突っ込まないので安心して作業できます。いかがでしょうか。長時間作業でも作業確認と安全監視を行うだけなので、疲労軽減につながるのではないでしょうか。旋回ですね。ここでは最初の設定で U ターンを選択しました。コンバインがグレンタンク満タンとなる面積をあらかじめ計算し、最適な中割り位置を特定、その位置まで自動で移動し中割りします。これは熟練オペレーターでも難しいロボならではの機能ですね。またアグリロボコンバインはマップを作成した時点で最後に6畳ぴったりで刈り終われるようルートを計算します。そのために圃場のいずれかの場所で5畳以下の刈り取りを行い、残り畳数を自動で調整することがあります。その際刈り幅によって機体を左に傾けます。これにより右デバイダで灰藁を巻き込むことなく刈り取りができます。排出時は設定していた排出位置まで自動で移動します。排出ポイントへ移動します。左に旋回します。これなら無駄のない刈り取り作業が可能になりますね。排出ポイント移動が完了しました。モミの排出は手動になりますが、1970リットルの大容量タンク満タンでも約90秒という高速排出で効率的な作業をサポートします。排出が終わったら次の刈り取り再開位置まで自動で移動し刈り取りに戻ります。このように最も効率的なルート、最も能率的なターン、最も合理的な排出を
コンバイン自らが考え実行するので、収穫作業をもっと簡単に、もっと楽に行っていただけます。これらを実現する GPS 情報の受信のために、移動式の久保田製基地局や固定基地局を利用する方式のほか、 VRS 方式にも対応しています。ニーズや環境に合わせてご選択ください。また自動運転ということで、安全機能も充実、安心して操作ができますね。左に旋回します。ボイスアラームは自動運転開始時や旋回、バックの前にオペレーターに音声で知らせてくれます。バックします。後ろを確認。バックモニターは安全確認のために、自動運転作業中は常時機体後方を表示します。オペレーターの安全確保のため、自動運転中はシートベルトを装着いただく必要があります。シートベルトを外すと自動運転が解除されます。自動運転での作業中にドアを開けると自動運転が解除されます。またこちらのコンバイン、職務終了センサーを搭載しています。こちらのモニターで穀粒の水分とタンパク含有率、補助ごとの収量を借りながら測定、データに基づく生産管理が可能となります。また補助内をさらに細かく、メッシュ単位で職務終了を測定できるメッシュマップ機能もオプションでご用意していますので、久保田スマートアグリシステム KSAS と合わせてご活用ください。久保田のフラッグシップコンバイン、ディオニスの脱穀選別機能など高い性能はそのままに、自動運転アシストによる匠狩りを手に入れたアグリロボコンバイン DR6130A、 市場は以上となります。ありがとうございました。